日本東京都板橋区連根連根は、東京都板橋区の町名。現行行政地名は、連根一1丁目から連根三3丁目。住居表示実施済み。郵便番号は174-0046。板橋区の北部に位置する。北端で新加岸川に接する。西で高島平。北で新加岸川を隔てて船と、東で坂下。南で、あよい町。南西で西台と隣接する。 東辺及び北部に都営地下鉄三田線、北部に高島通りが通じている。南北に長い町域を持ち、南側から一丁目、二丁目、三丁目に分かれ、一丁目、二丁目は主に住宅地、三丁目は小学校、商業施設のほか、新菓市川沿いに工場地帯が作られている。かつて三丁目地域で創業していた大規模工場の撤退後に建築されたマンションも、 見られる。二丁目の北部一帯は UR 新連コン団地である荒川定地のお奇跡層からなり全域がほぼ平坦である。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によればレンコン3から4から14の地点で37万4千円平方メートルとなっている。域内に原始時代の遺跡は発見されていない。縄文改新期には 全域が水没していたため、志村、蓮沼、西大などの住民の漁労の領域となっていたと思われる。その後、荒川沿いの承諾地となり、中世から開拓が徐々に進み、降雨による荒川の水害を受ける地域でもあった。中世末期、宇じ神、稲荷などと水神を合死した鎮守として、氷川神社を荒川近くに誕生した。廃藩置県実施前は、 武蔵区に豊島郡ハス沼マ村及び根羽村、近隣の老地、原野を含め、将軍のお高場とされた。近世では、官営寺寺業となってからは、助ケ役や高狩り運営は、免除されていた。志村の原や、根源と呼ばれる足や茅やの生い茂る、低湿地の原野も多く残されており、中仙道の荒川近辺にあった、志村の原は、ハス沼村と、根羽村の入会地であり、 根源は、根洋村域内の西側、徳丸が原と隣接した地域である。これらの原野は草刈り場として利用されており、収穫されるマグサは、住民の現金収入の源であり、幕府直轄地となって収入からの銭、総銭を幕府に上納していた。幕末、西方に隣接した徳丸が、原が、幕府などの重宝用平園として用された、ため、 原野が踏み固められ、マグサ城として利用できなくなったことにより、当地の需要が増した。生産物は主に米、野菜であり、物流は荒川都線場までの地上路から水路で江戸市中へと運ばれた。中仙道の戸田の私の南岸都線場も域内にあった。都線場と周辺地域は幕府が経営し、荒川北岸の角田村が、 土船業務を運営していた。このため、土船場を使っての江戸運場の都度、下戸田村に利用料を支払っていた。また域内には、荒川港氾濫に対する小規模の水場包みが設けられていたとされるが、近代まで本格的な川包みは築かれなかった。1900年の志村内大技合併時に、上橋沼村の、蓮と、ね、羽村の、根を取って、蓮根とした。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1丁目、2丁目、3丁目。ありがとうございます。